怖い。コース、コース、コース、あー、ソータチャンネル。今回は水圧で動くロボットアームを作ってみたいと思います。では開けていきたいと思います。組み立てに必要な道具はニッパー、はい、ニッパー、ニッパー、こちらです。プラスドライバー、ドライバー、ドライバー、こちらです。ハサミ、キッチンテーパー、ハサミ、こちらです。こちらです。コップ、こちらです。マーカーペン、はい、こちらです。はい、定規、またはメジャー、こちらです。以上となります。はい、おー、うわー、やべえ、このパーツと、はい、このパーツです。はい、まだあるよ。あとこのホースとかと、うん、組み立て説明書、あとこのものか、これはなんだ、わけのわからんもの。工作に必要な道具、これはもう終わりました。とりあえずパーツリスト、うん、まずこれ開けて、全部開けていきます。これが C-2、うん、ね、それを外します。初めてやるかも。うんとね、 C-2 でしょ、これ、うん、ここを、ここをバチッするだけで、ここをバチッとするだけ、バチッとしたところがギザギザじゃん。うん、なので、綺麗に、綺麗、これだ。もう一つ E だとしたらこう、これで動くようになった、やっと。うん、これでこう掴むとか。おお、やっと。ここ。やっとここ。ここの1個しかできてないよ。そうだよ、1個しかできてないよ。スポンジのテープらしい。多分。うん。見せて。そうそう。いいね、やっと一パーツできた。これは2つ、もう1つ、はい、これを2個か、はい、もう1回、グリップユニットの完成です。ここに押し込んで、おお、パチンってきた。で、スポンジで、裏返して、重り、ここがハンドルになってるよ。うん、そしたらその下のさ、さっき差し込んだ棒が回るようになってる。そうだ。おお、本当だ。ここが回してスムーズに回る。スムーズに回る。ここがこうやって回る。うん、ここと連動してる。で、これか。うん、とりあえず。第一章終わり。何ページ進めた？ 1、2、3、4、
5、6ページ7、6ページ半とこんなにありますけど。いやいや、でも一番どこが大変か、だからシリンダーの部分だよ。ここに水を入れて、うん、水がシュッていくことで水圧で動くんでしょ。水路を作んないといけないの。そこは一番大変だと思うよ。なるほど、こことか大変じゃないんだ。はい、第1章おしまい。じゃあバイバイ。よし。